梶浦、持ち上がる杉浦恭平に通ればビッグチャンス、1対1、須田が仕込んで同点、決め切った杉浦恭平、すぐさま同点に追いつきます、今シーズン6点目、1対1。取ったのは自陣のペナから、はい、もうここから本当もう一直線ですよね、まあ、この状況でもう6対3ぐらいカナダの選手多かったんですけど、シンプルに縦を使いながら杉浦選手いいタイミングで背後に出て、はい、シュートも冷静でしたね。この梶浦選手のパスも非常にこうメッセージ性のある柔らかいパスでしたし、この辺を仕留めるっていうのはやはり杉浦選手さすがだなと思います。ファーストタッチも良かったですね。そうですね、はい。